アメリカ教育施設団報告書は、連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部の要請によりアメリカ合衆国から派遣された教育施設団による報告書である。1946年3月5日と7日、1950年8月27日に来日した。1946年3月30日に第一次、 報告書を1950年9月22日に第二次報告書を提出した。この報告書に基づき戦後の学生改革が実施された。その際日本側も多くの著名な知識人、文化人が協力している。第一次教育施設団報告書は学生の交付に際する大乗官布告や1890年の 教育直後とともに、近代日本の教育の基礎である、ヤマト魂や、八酵一湯などの教家を目的とした国師、国史、修身、地理といった教科を廃止し、教育を民主化する提案がなされた。メンバーは、以下の27名である。第一次教育施設団に協力するために、日本側で組織された、委員会。施設団の帰国により、任務を終了し解散した。 ただし、発足当初から、常時委員会とすることが覚書きで示されており、1946年8月、実質的な後継組織である、教育刷新委員会が、内閣直属の諮問機関として設置された。メンバーは、以下の29名。このうち、高橋、木村、森田、菊池、田中、関口、 山崎の7名は途中で以下のメンバーに交代している。2> 第2次のアメリカ教育施設団の報告書。これは第1次施設団の提言がどのように活かされているかとの調査、補足が目的のためのものであった。第2次施設団は 第一次施設団のメンバーのうち以下の5名から構成されていた。池崎昭夫吉原校一郎、戦後教育改革と、米国教育施設団、解説、戦後教育の原点に米国教育施設団、報告書た現代史出版会、1975年4月5日、22から23ページ。学生百年史編集委員会、学生百年史。 第2編戦後の教育改革と新教育制度の発展第1章戦後の教育改革第1節概説に新教育の基本方針文部科学省2017年4月16日閲覧池崎明夫吉原校一郎戦後教育改革と米国教育施設団解説戦後教育の原点に米国教育施設団 報告書多現代史出版会、1975年4月5日、25から26、28ページ。ありがとうございます。